こんにちは、チョメです。ドライブコーナー行きますわ、ドライブコーナー。で、こうやって走って。てか、ロゼッタプラネットのタイムアタックってどうなんだろうな。あんま見てないな。最初の NI のところ、確実になんかすごい抜け方してる人がおるよね。で、これはまあ、コイン取れなかったな。まあ、インを通ってるっていう言い訳をしよう。で、ここも本当はドリフト出したいんだけど、ここいつも出せない時がおる。出せたのは出せた。で、こうやって。で、ここはね、乗り方がわかんない。こうやって走った方がいいのか、ちょっと後でも見せるけど、もう一つの走り方がいいのか、どっちが早いんだろうね。まあ、こんな感じだね。じゃあ、キノコを使うポイント、やってみよっか。まずここで使える。キノコね。で、他はどこで使えたかな？ちょっとカットかな。もう一個の走り方っていうのがこれこれ。ちょっとインを通って走って、ドリフトしてっていく感じ。あ、キノコのポイントは最初ぐらいかな。じゃあ、ちょっとやめて。チョメです。じゃあね、3連続、ニスクやってみるこれ。ニスクチャレンジ。あ、カットなしで。こうやってやって。あー、最初、やっぱスピードが遅いな。コイン0枚だから。ちょっと赤も出せてないし。参ったな。コインがさ、4枚以上あったら余裕でできるよね。余裕って言ったらあれやけど、安定してできるよね。タルウッドの場合さ、ね、ちょっとだけコインないときついよね。メリオビーダレとかだったら0枚でもできるかもしれんけど。もうさすがにこんだけだったらいいでしょ。じゃあちょっとさ、難易度の高いやつにしてみる？結構ギリギリ抜けるやつ。あれって結構難易度高いよな。普通のミスクは誰でもできるけど。ちょっと難易度高いのに挑戦してみようか。ちょっと難易度高いよ、これは。ギリギリ。あー、ダメだな。もうちょっとインを通らんやダメやな。これは誰でもできる。B ダレの人は多分みんなできると思う。スピードが足りるから。普通にあそこにね、やってやればいいだけだから。軽量はちょっとコインがないと難しいけど。ここもドリフト出したかったけどな。一応カットできないからね。この辺の走りもちゃんとせんやけん。ちょっとこっちのちょっと走りにしてみるか。でも世界戦だとなかなかね、1位とかでスター保持とかだったらやるの怖くなっちゃうときあるよね。ここもちょっと使っとこうかな。うん。じゃあちょっと難しい方にチャレンジだ。頼むよ。またできんかった。下手やな。はい、通常バージョンしかできませんでした。じゃあこれでもうゴールしよっか。とりあえずね。いや、いいや。カットでええわ、もう。終わり。こんにちは、チョメです。ドライブコーナー行きます。ドライブコーナー。ちょっと右と左を見てみよう。鎌倉があるね、これ。あまり見ないけど。なんか閉じてるけどね。あ、こっちも鎌倉だ。家がある、これ。へえ、いいね、これ。神秘的で。ここ落ちたら、何あれ、前の気球みたいなやつ。ちょっと登れるこれ。登れんかったー。わかってたけどな。これ、後ろから見たらどうなるんだ。ちょっとやってみよう。このね、こっちの方でやるやつ。あー、意味ないね。ちょっと何やってんの？ちょっと滑っちゃうよ。これ逆走むずそう。ちょっと後でやるか逆走。こんにちは、チョメです。では、あれやっていきます。ドライブコーナー。まず右と左、この鎌倉みたいなのがあるね。うお、すっごいね、これ。ダート。全然走れなくなっちゃう。これ鎌倉。こっちにも鎌倉だね。同じ感じで。で、こうやって、なんか、スターをくぐって、上に、前に気球がありますね、気球。ちなみにここやったら、なんか戻されちゃうんで、やりません。つららがある、これ。つらら。ちょっと逆見てみようか、このつらら。多分綺麗だと思うよ。ほら、この綺麗なつらら。これ本編だからね、一応。ちょっと上から撮影しよう、この上のやつ。なかなかこの氷が落ちてからダメだから。ここね。うわ、すごいな、これ。これできるかな、逆走コーナー。ちょっと無理っぽいといえば無理っぽいけど、ちょっとチャレンジしてみようか。はい。ただいま。開いてない。閉まってる。ここも閉まってる。こんな感じだね。なるほど。ちょっと突っ込んでみるか。ダメだったー。当たり前だけど。で、これが中のやつだね。これは何だろう。いいね、これ。あ、ペンギンが泳いでる、ペンギンが。シャーベットランドを思い浮かべるよ。でもこれね、マリオカート7ってすごいよね。水中も走れるから。64とかだったらもう落ちた時点で、戻されちゃうからね。っていうか、大丈夫かな、こんな狭いペンギン。水中で。あれ、ペンギンさんたちの家かもしれんね、上。あ、こんな感じになってますわ、中は。あまり見ないでしょ、じっくり。見る人は見るかもしれんけど。
で、これはこっちはね、こんな感じだね。うん。なかなかオーロラみたいな感じで。これ逆はどうなってんだろう。ここは、いや普通だったわ。なんかあるかなと思ったけど、なんかキノコの家っぽいのが見えるけど、何これキノコの。これは何だろうね。キノコの。まあいいや。キノコのキノコのってうるさいんだよ、ほんと。わかったよってみんな思ってるかもしれん。で、これか。これ右何かある？何もないか、右は。何もないね、こっち。入ろうと思ったけど、すごいダート性能だ、ほんとこれ。まあこんな感じです。じゃあちょっと逆走できるところまでやってみようかな。逆走コーナーを。あ、ここ最後なんかトランポリンみたいなのが。じゃあこうもう逆走コーナー行こうすぎ。あ、これ何これ。すごい綺麗。真珠じゃないこれ、真珠。真珠じゃないか。なんだろうこれ。サーカスかな。まあええわ。ちょっと逆走コーナーしよう。うわ、クソむず。多分あそこで詰まると思うけど。いや、ここで詰まった。終わり。終わります。ご視聴ありがとうございました。